デイブ・ロンバードは、キューバ系アメリカ人のロックミュージシャン、ドラマー。主に、スラッシュメタルバンドスレイヤーのメンバーとして知られる。他様々なグループに在籍し、自らもバンドを率いて活動した。ローリング・ストーン氏選出、歴史上最も偉大な100人のドラマー第12位。キューバ・ハバナで生まれ、2歳の時に、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サウスゲートに移住する。 8歳の時、学校の発表会で、サンタナのレコードに合わせて、ボンゴを叩いたことが、きっかけとなり、学校のバンドで、マーチングドラムを担当する。しかし、1年ほどで、自分に合っていないと思いやめてしまった。10歳の時には、父に350ドルのパール製ドラムセットを、買ってもらう。同じ頃、キッスの、アライブ。を入手し、曲に合わせて、 ドラムを練習するようになった。1979年には、自分のバンドを結成し、地元でプレイするようになった。1981年には、ピーザの配達業で得た給料と、父から借りた金で1100ドルの玉製ドラムを購入。そんな中、自宅の極先に、ケリーキングという名のギタリストが住んでいることを知り、彼にアイセッションを頼んだ。 ケリーはこれを承諾し、その夜は、自身のギターコレクションを見せたという。この出会いがスレイヤー結成のきっかけとなった。基本的には、オールラウンダーで、好きや弱点がない。異常なほど早い複雑回帰なスティックワーク、繊細な音使い、非常に広いダイナミクスなどは、ジャズや黒人音楽を彷彿とさせる。また、旧式アイアンコブラの変態セッティングによる極悪な、 高速通バスもトレードマーク。トリガーシステムがなくても重厚で、激しく、抜けがいい。速い曲も遅い曲も、縦横無尽に演奏できる上に、やや跳ね気味のリズムが持ち味。これにより、躍動感と生々しさが出る。スティックは軽めで、振りやすいものを、初期は使用していたが、最近は、粘り気が強く、重めのスティックに変えている。スレイヤーでは、 結成時よりドラムスを担当していたが、家庭の優先を理由に1986年に一時、脱退する。この時はすぐに復帰したが、1992年の2度目の、脱退後は、スレイヤーとは、完全にもとを分かち、翌年には、自らのバンド、グリップインクを結成した。同バンドでは2004年までに4枚のアルバムを発表している。また、 1998年からは元フェイスのモアのマイク・パットンやメルビンズのバズ・オーズ・ボーンなどのプロジェクトのファントマスに参加。2005年までに4枚のスタジオアルバムと1枚のライブアルバムをリリースし、現在も活動中である。他にテスタメントやアポカリプティカにも一時的に参加している。フルス・スレイヤーには2001年には脱退した。 ポール・ボスタフの代役としてツアーに参加した後に2006年に正式メンバーとして復帰した。2012年5月、ポストハードコアバンド、フィルムの一員としてデビューアルバム、ハーモニックを発表。同作ではプロデュースも務めた。2013年2月20日、スレイヤーから3度目の脱退。同年春。 グリップインクの再始動に向けた準備中であることが発表された。2014年6月、エイメンに加入したことが明らかになった。2015年、ジャスティン・ピアソンやマイク・クラインらと組んだプロジェクト、デッドクロスを結成し、2017年にアルバムデビュー。2016年、掛け持ちで水彩ダルテンデンシーズや再結成ミスフィッツにも席を置く。 愛用のラディック製ドラムセット長年にわたりたまのドラムセットを愛用してきたが2010年に D ドラムに乗り換えた。しかし翌2011年の夏頃からはラディック社のセットを使用するようになった。シンバルはパイステ社、ドラムスティックはプロマークから出ているシグネチャーモデルを使用している。ありがとうございます。